はい、皆さんこんばんは。BGB516 サッカーのノワール、これの11オートドラフトですね。ワンケースが3箱で、その3箱の中に、サインが、3枚、4枚、4枚、合計11枚出ます。その、サインカードのみのドラフトになります。でベースカードと、レリックカードですね、ジャージカードは出た順でドラフト後の1位から11位まで、順に置いていく。でまた11位から1位に戻っていくっていうスネーク形式です。まあパッチとかね、ベースに関しても10枚限定とかありますけど、まあそれは運で、はい、あくまでサインカードのみのドラフトですね。ちなみにワンスポット、ご購入されるとカードが3枚、サインカード1枚と、ベースカレリック2枚、合計3枚になると。あと、プラスもう1枚、いわゆる12枚サインが出た場合、まあ、ごく稀だと思います。その場合は、最下位の方が残り物を2枚という形になります。はい。じゃあ、ドラフト順位を決めます。2つのサイコロをランダマイズする回数ですね。1と1の2は振り直しです。じゃあ、行きまーす。はい。はい。5と6で11回。はい、じゃあいきます。11回抽選、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10で11回目ですね。ポチ。はい、11回目になっております。ドラフトを1位と2位 YMM さんです。おめでとう。1位と2位は初かもしれないですね。はい、 BGB516 です。ドラフト1位と2位が YMM さんです。明日宝くじ買った方がいいんじゃないでしょうか。ドラフト3位が、TOO さん、トゥーさん。ドラフト4位、ヨシーさん。ドラフト5位と6位が K331 さんですね。ドラフト7位、MA2。ドラフト8位、ボーロさん。ボーロさん。サッカー用語ですかね。ちょっとわかんないですけど。ドラフト9位、ステイジーさん。ドラフト10位、TSK さん。ドラフト11位、NS さん。となります。じゃあちょっと。はい、じゃあ開けていきます。よいしょ。サッカーノワール、この中に3箱入っております。開封後、店長が番号をつけて、店長のもう1個のアカウントですね、カスタマーズヒッツの方に画像を掲載します。そちらをご覧になっていただいて、番号もしくは選手名、まあ、番号と選手名両方記載されてもいいですけど、明日の8時までに店長の Gmail アドレス宛てにドラフト順位に応じた、枚数ですね、選んでいただいてメールしてください。よいしょ。よいしょ。たまに自動返信の方をのメアドに返信される方がいるのでご注意ください。くれぐれも Gmail アドレスの方にお願いします。はい、じゃあ、この順番ですけど、熱いの薄いの熱いの薄いのの順ですね。いつも通りです。右から左に熱いの薄いの熱いの薄いのという感じで開けていきます。開けましたね。はい、じゃあ熱いの薄いの熱いの薄いの熱いの薄いの
はい、じゃあいきます。こっからまずこっち上ですね。これは上メモラパターン、上メモラパターンです。はい、じゃあまず1番目ですので、ドラフト1の YMM さんはこのジャージカードですね、グアラダド8-49です。ダブルジャージで、ドラフト2 YMM さん引き続きカシージャス7-49ですね。これスペイン、昨日スペインフィーバーしましたね。おお、ドラフト3位のトゥーさん、クローゼのパッチで、これドイツのエンブレムの中、外枠ですけどいいですね。18-25クローゼのドイツワッペンですね。これいいですね。ね、この外枠18-25です。これいいです。で、こっから3位、まずベンテケ君31-75ベンテケ君です。で、その次、ペリシッチですね、オートジャージ63-65ね、ペリシッチも結構人気ありますね。真ん中ぐらいでほぼ取られますね。レデンプションです。せーの、ほい、ハメスですね。ハメス・ロドリゲスのクラブシグネチャー、人によってシリアルが違うので、シリアルどのくらいか確認してからドラフトした方がいいかもしれないですね。はい、ハメスクラブシグネチャーです。で、この箱、ラストがブッフォン37-99クラブシグネチャー、まあ、これのハメスですね。99だったり、人によっては、ね、50以下の場合もあります。はい、まあ、ブッフォンこれ全然いいですね。ユベントスのブッフォンで、メモラが3つ出ましたので、ここから4位から、4位のヨシさんがクリロナベース、あ、9番昨日6番あ、一昨日か、今日9-75、こちらが K3313 イカルディですかね。で、 K3313 引き続きブッフォンで、バランですかね、33-75。ここで7位まで MA2 さんですね、1、2、3、レリックが3つ、ベース4つで7位まで進みました。じゃあこちら2つ目、こっち前現物ですね。誰だ、お、ピルロ、そうだ、月曜日あのピケって言っちゃってましたね。あの店長かなり疲れてたんでね、月曜日もう頭が回ってなかったです。はい、ピルロです、動画見直して笑ってました人。はい、30-65あまりね、働きすぎも良くないなと思いました。はい、30-65です、ピルロ。はい、ピルロも最近、ね、取引価格上がってるみたいで、ね、やっぱりみんな欲しいところですね。で、次、ハリーのケンちゃん23-65です。これはイングランドですね。で、3つ目が、これはシュクルテル19-25なのでパッチオートですね。シュクルテルパッチオート、スロバキアですか。はい、オートパッチです。で、4枚目、バッカですね、52-60です。カルロス・バッカ、こっちあったっけ、これ背番号、これ AC ミランですね。うん、52-60、そう、少ない人は少ない、枚数が違うと。で、こっから8位のボウロさんですかね、スアレスのジャージ73-75で、ステイジーさんが、メルテ・ザッカ4-75で、TSK さんですかね、これはシャビ、これで1、2、3、4、5、
6、7、8、9、10まで行きましたね。で、ここ11。NS さんばっか。で、連続ですね。NS さん。ここで1位から、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。はい。で、折り返しです。NS さん。で、ペレ。ペレですね。で、シュワインシュターが50の75。で、ここがメインになるのかな？こっち。レデだ。レデです。上レデ。ということは激アツかも。どうでしょう？ん？白紙？白紙だったら、さすがに店長はこの紙に投げつけます。はい、ちゃんとあります。なんでしょう？ノワール。カントリーシグネチャー。せーの。ほい。お、メッシ！はい。メッシ来ました。やっぱ出ますね。おかしいよね。ロットがね。通常10ケース1ぐらいで栗の中メッシって発売当初は言われてましたけど、うちもう 2.5 ケース1ぐらい。もうちょっとかな。2.2、3ケース1ぐらい。2点ちょいで栗の中メッシ出てるような感じだと思います。はい。メッシのカントリーシグネチャーの方ですね。はい。ねえ。やっぱ出ますね。で、次は、これはセスク。セスクも、ね、あまりサインカードがないから、結構上位で取られますね。93の99。ノワールカラーですね。で、その次が、ロッペン。4の65。オートジャージ。おう！場所がいい。やっぱパッチがノワールいいんですよね。カソルラだけど、これすごいですよね、場所ね。これ今度またスペインか。スペインのこの一番下の丸？これ何これ丸のとこって、ボール？そこですよね、これね。ここの。一番下のとこね。ここの。お、すごいですよね。10の25。ね。今日もお客さんね、ケースで買われたお客さんと話してたんですけど、やっぱノワールは場所がね、入ってるところがすごいいいので、全然いいですよね、この辺でもね。で、このカソルラは11、10、9、8。なので、ボーロさんですね。はい。おめでとうございます。で、ルークショー。30の49。ガライ。ガライ、ガライですかね。で、ベンテケ君。で、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1ですね。こんな感じ。残りはベースです。4、3、2、1です。はい、まず4。エリクセン。これどこ？どこっすかこれ。デンマーク。はい。入ってるんですね。で、その次。ベンテケ。ベンテケいっぱい見ますね、今日。4の75。で、スターリン。で、アラバ。9の75。あ、一番違い。あ、っていう感じですね。はい。で、この後に、店長のカスタマーズヒッツの方に、サインカードのみ番号を振って掲載しますので、そちらをご覧になってから、実行していただいて、よくね、考えていただいてメールしてください。明日の夜8時まででお願いいたします。はい、早いと助かります。で、バスケット、今日もちょっと忙しくてね、ずーっと発送と、ご連絡ずっと繰り返してたんですけど、バスケットボールのガーラのグループブレイクも募集開始しました。そちらもよろしければ、
はい、もう先ほど、ゴスポぐらいまで行ってますけどね、まあ、開催は明日かなと思ってます。一応9時ぐらいまで様子見ます。はい、じゃあとりあえず、サッカーの方の、ノワールのグループブレイクですね、516ですね。はい、終わります。はい、じゃあありがとうございます。